好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ公式戦阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの16回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これ、まずはタイガースの先発坂本が甲子園のマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。これが2球目。2球目を見送っています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。北条が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている宮崎。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーは坂本。ここまで8勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。これが初球。引っ張った。レフトへ打球伸びる。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスには3番オースティン。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですね、バットが振れてる感じですね。そうですね。ツーアウトになっています。この回の坂本4球でツーアウトにしています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。キレがありますよね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。詰まりながらも左中間へ。ここはフライになっています。最後はレフトフライ掴んでスリーアウトです。2回になります。ベイスターズの攻撃。打席には4番バッターソト。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。さて、タイガースの先発は坂本。ここまで12試合に登板して8勝2敗という成績。前回の登板は7イニング投げて自責点3、負けがついています。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。打順は5番梶谷。今シーズンここまでホームランは13本。ヒットでランナーを1塁に置いています。
中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたい。2球目打ちました。糸原抑えてワンアウト。ファーストランナー飛び出している。一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは6番ロペス。ツーアウトになっています。ボール球ですがキレがあったんで振ってしまった感じですよね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライク。スライダーは見送ってボール。引っ張った。これはサードライナー。3回の表、7番から始まるベイスターズの攻撃。柴田が打席に入ります。昨日はマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガース得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。これはどうだ。ファーストの左抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。さあ一塁には先制のランナー、バッターは伊藤。ここはエンドランも考えられますよね。さあランナーをどう生かしてくるか。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ワンストライクです。高めちょっと外れたか。3球目は何で来るか。さあ追い込まれてしまいました。まあ次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そうですね。さあ何を見逃して三振になります。審判の手が上がった。さあ先制のランナーを一塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは一塁ランナーをしっかり警戒しておきたいですね。送ります。ピッチャーが取る。一塁送球します。タイガースピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には桑原が入っています。さあ先制を防げるかという場面。ファウルになります。インサイド打ち上げました。高い打球レフトへ。この打球はフライになっています。レフトが取りました。ツーアウトです。さあそしてバッターボックスには宮崎が入ります。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。バッターの宮崎、今シーズン得点圏での打率は3割2分9厘。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これで5試合連続安打。ツーアウト満塁です。ここは確実にアウトが欲しいですね。さあこの場面でバッターボックスには3番のオースティンが入っています。まずは見送ります。ワンボール。変化球打った。抜けていった。サードランナーがホームに帰ってきました。ベイスターここで先制点を奪われてしまいました。そうですよね。改めてお聞きします。バッターの外、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、率も残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを合わせ持ったバッターですね。しっかり捉えた。掴んで3アウト。この回の攻撃は4回の表ベイスターズの攻撃。5番バッター梶谷、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。引っ張った。ライトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターは6番ロペス。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたからタイミングは合ってると思いますね。ここは注意していかないといけないでしょうね。なるほど。そうですね。坂本、まずは先頭バッターを打ち取っています。ノーボールツーストライクです。
これが3球目。ボールになります。ここもファウルです。高め見送っています。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っている。痛烈、これは三遊間抜ける。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。さあ一塁に勝ち越しのランナーを許しています。バッターボックスには柴田。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。いいや、ショートの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット。ワンアウト三塁二塁です。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー二塁三塁となっています。さあそして打席には伊藤が入っています。さあ勝ち越しのランナーを背負った場面です。初球ストライク。バッターボックスの伊藤、今シーズンの得点圏打率は3割3分3厘となっています。いやー勝負強いバッターですね。ここも右中間へ。さあサードランナーはどうする。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。伊藤きっちりと犠牲フライを決めました。タイガースなおもピンチが続きます。今のシーンです。この犠牲フライで勝ち越されてしまいました。ここで勝ち越されました。犠牲フライ。さあ初球は何か。変化球でまず空振りです。低めは外れました。外低めに変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られました。5回の表にゲームが進んでいきます。 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。桑原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える5回です。打った。これはどう。三遊間抜ける。桑原今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー。ここはうまく引っ張られてしまいました。バッターボックスには2番宮崎。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはタイガースが坂本、そしてタイガースが今永、この2人の投げ合いとなっています。初球は何で来るか。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていきましたね。走ってきた。ファウルです。レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ
警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターのオースティン、今シーズン得点圏での打率は2割4分となっています。クリーンアップを任されるにしては厳しい数字ですね。まあ、ここはね、クリーンアップの意地を見せてくれる。インサイド打った、セカンドが抑えた、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには外が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。これではバットが出ません。ストライクです。ここは前進守備ですね。まあ、やはり行ってもやらないぞという守備体制ですね。そのようです。打ち上げた、左に切れます。空振り、ここはランナーを変えさせません。なんとか踏ん張っています。ツーアウトランナー三塁、ランナー三塁はそのままです。まずは見送ります。ワンボール、右中間へ持っていった。この打球は落ちそうだ。ワンバウンド、ヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁到達。ベイスターズ、抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。試合中盤、徐々にリードを広げられています。ここまでで踏みとどまりたいですよね。さあ、この場面で打席には6番のロペスが入っています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるベイスターズの攻撃、バッターは柴田。
今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。タイガースビハインドで迎える6回です。3球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上の追加点は避けたいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上、インサイド打ちました、切れていきます、ファウル。打ちました、ピッチャーゴロ、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。さあ打席には先発の今永が入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ここはバントを警戒する守備体制ですね。打ちました、取った、一塁へ。ツーアウトになりました。さあそして打席には桑原が入っています。さあツーアウトながらまだピンチは出していません。まずは変化球、内へのスライダーはボールになります。さあ3球目は何か、低めの変化球見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクです。切れていきます、ファウル。打った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてサードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ベイスターズ抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を。甘いコースでしたが見送っています。さあ2球目は何か、2球目打ちました、ショートうまくさばいて一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。7回の表 DeNA ベイスターズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。オースティンがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースビハインドで迎える7回です。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは4番ソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。2球目打ちました、左中間に強い打球、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。タイガースその差が5点に広がる重い一発を浴びました。高めに浮いてしまった変化球、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。タイガース追加点を許します。6対1になりました。いや、インサイドの難しいボールでしたけど完璧に捉えましたね。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。バッターボックスは5番梶谷。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。